佐藤ブリヒサシ、中山寮の前で、昭和13年12月13日撮影。佐藤真珠、または佐藤ブリことぶきは、日本の新聞記者、報道写真家。大正2年2月20日、東京市で生まれた。昭和7年2月、東京日日新聞社に入社し写真部に配属された。昭和12年9月から13年2月まで、上海、南京戦線で、 従軍取材に就いた。さらに、昭和14年2月から同年11月まで、南市方面部隊にて、従軍取材に就いた後、昭和16年10月、病気を理由に、東京日日新聞を退社した。昭和17年1月以降、財団法人写真協会やカメラ雑誌、報道写真編集部に勤務した。昭和25年9月、 民間情報教育局による民主化教育用視聴覚教材政策の研修のためがリオア資金でアメリカに渡り昭和26年日本視聴覚教育協会の視聴覚教育にて私のアメリカ旅行家を連載した昭和29年5月に大倉省印刷局から出版された政府広報グラフ誌写真広報の編集に参加した 昭和36年5月より、総理府広報室から、時事通信社への協力依頼で送還された、政府広報グラフ氏、ホトの編集部に勤務し、昭和45年5月に、同志の編集長になり、昭和54年11月、時事が放社を退社した。平成21年9月4日に死去した。ありがとうございます。